夢の印は日本の競走馬。2007年に第43回新潟記念を制した。判定に2010年の安田記念を制した昭和モダン、おじに1990年の第34回阪急杯を制した元種牡馬の千両役者がいる。2004年10月31日に東京競馬場でデビューし、初出走は9着だった。その後、デビュー6戦目で初勝利を挙げた。以降条件戦に出走。ダート戦を中心に出走するが、なかなか勝ち上がれずにいた。2007年、デビュー戦以来の芝のレース、潮来特別を勝利し、さらにその後湾岸ステークスにも勝利し、オープン馬となる。オープン入りした後、いきなり天皇賞に出走。さすがに、相手が強く10番人気で15着であったが、4角までは逃げの体勢を作り、ペースを握った。続く、福島テレビオープンに勝利し、初の重賞七夕賞では3着に入ると、続く、この年8戦目となる新潟記念を制し、重賞初勝利を挙げる。大久保陽吉調教師と吉田豊騎手の指定にとっては、2005年にメジロマントルで勝った、鳴尾記念以来、1年8ヶ月ぶりとなる、重賞勝利となった。そして、この重賞2戦での活躍により、サマー2000シリーズの覇者となった。しかし、新潟記念後、左前脚臼折に不安を発症したため放牧に出された。それから2年近く経った2009年6月12日に、プールの底か側面に足をぶつけ骨折して死亡。日本中央競馬会の競走馬登録を抹消された。祖母淀千両の判定に、1982年のNHK杯を制したアスワンがいる。ありがとうございます。